常栄寺は、神奈川県鎌倉市大町に所在する日蓮宗寺院。3号は、え雲山。鎌倉時代からあった草案を、慶長11年に日、伊友人が回帰し、ひみことの利商人が解散した。本尊は、美穂祖師。口述の演技によりぼた持寺の名で知られる。旧本山は、引谷明本寺、池上、神楽坂方園。辞伝によれば、 鎌倉時代に、源の頼朝が、山上に、由比ヶ浜を遠望するためのじ敷を作ったのが起こりと、される。ここを守護していた、伊藤敷信の妻の日蓮宗の二僧が、文英八年の竜の口放難の折、処刑のため刑場に惹かれていく日蓮に、ごまぼた餅を捧げた、という伝承がある。この後に日蓮は刑を免れたことから、お首継ぎに、ごまの餅として、有名になった。 江戸時代、紀州徳川家家老、水野重吉の娘で、日蓮宗に帰した日、伊佑二が回帰し、池上本文寺十四世秘書が解散した。常栄寺の寺名は、この朝時期の二の法名、妙常日英が元となったとも言われている。法難のあった毎年9月12日には、三景人にもぼたもちが、供養接待されている。 ABC 新編相模国風土機構大町村、上坂江寺、工藤助常の孫。日章は弟にあたり、日蓮とは、比叡さんの同学だった。ありがとうございます。